ケジャリー、または、ケジャリーは、インド料理に由来を持つイギリス料理である。ほぐした魚のみ、炊いた、ベー、パセリ、ゆで卵、カレー粉、バターもしくはクリーム、場合によってはサルタナを加えて作る。由来となった料理はインドでは、キツリと称され、通常広く、豆と米の料理を指す単語として用いられている。キツリは、スパイスをあまり用いず、 水分を多く含むジーラ・キチャーリからスパイスを多用し、水分をほとんど含まないものすかキチャーリまで様々な種類がある。インドのキチュリは、ケジャリーとは材料が異なり、多種類の野菜を用いる他にも、ナッツや果物を入れることもある。インドのキチュリは、カレー粉を用いず、料理のレシピに合わせ個々のスパイスを組み合わせ、事前にいるもしくは、油で炒めた後に調理する。 ケジャリーの元となった料理、キチュリケジャリーは、インドで1340年以前に生まれた、ムーング豆もしくはレンズ豆と米を使用した料理、キチュリに起源を持つと考えられている。ケジャリーは、イギリス領インド帝国から帰ってきた植民により、イギリスに持ち込まれた後、ビクトリア朝時代に朝食として、イギリスに紹介されアングロインド料理として、定着したと広く信じられている。ケジャリーは、 バブルスクイークを筆頭とする、昨夜の夕食の残り物を冷蔵庫に眠らせることなく、魅力的な朝食へと変えるレシピの一つとしてよく知られている。ホブソン・ジョブソンでは、イブン・バトゥータのキチュリと呼ばれる米と緑豆ともに、炊いた料理への言及を引用し、愛にアクバリーからキチュリのレシピを引用している。キチュリが、未だ一般的に食されている。 グジャラート州では、この料理は、通常香辛料入りのヨーグルト飲料、カーディーと共に供される。グジャラート州では、キチュリは、通常魚を用いて調理することはないが、海沿いの村など魚介類が豊富に取れる地域では、魚を用いて調理することもある。ホブソン・ジョブソンによれば、魚をケジャリーにして食するときは、再調理した魚を食しているということは、 些細なことに感じられる。ケジャリーは、温かい状態でも冷めた状態でも食することができる。また、伝統的な調理法とは異なるものの、小柄の代わりに、マグロや酒を用いて調理することもできる。日本では、村井源菜が食道楽の中で、削れとして紹介し、1940年5月16日付、東京朝日新聞にも、 削れえライスのレシピが掲載されている。ありがとうございます。